愛、交流権、波動拳、波動拳、波動拳、交流権、波動拳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 、交流権、波動拳、波動拳、交流権、交流権、波動拳、波動拳、波動拳、交流権、交流権、波動拳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 。交流拳。
Thank you.
Cyclone!
Sonic Boom! Sonic Boom!
Round one, fight!
Jamaica. Round one, fight! じゃあぼちぼち9時半なんで、今やってる路地合が終わったらは四季の細道始めます。最初ロードさんと破天荒さんですね。Fuck!
じゃあ、第38回式の細道始めます。最初ロードさんと破天荒さんですね。破天荒さん第1試合です。ロードさんとじゃんけんでワンピースピーを、今日はフォークと竜のお誕生日ということで、はい、非常に竜拳ガイル、サガット、その間にちょっとフォークとバルログが挟まってくれ、あとチュンキーもいるか、加減性なるじゃんけんの結果、右側がロードさん、ロードさんも、はい、では第38回式の細道、始めたいと思います。ワンピー側、破天荒さんの竜ですね。で 2P 側が、ロードさんの、ロードさんの X 剣ですね。あおっと、手の膝切り、ペシペシガイド、そこで勝利をやる。じゃあ破天荒さんも冷静に立ちながら、そこで膝をしっかり受けて構えて、しかしそこを発見しまくる。あー、破天荒さんのこの転ばせるしゃがみ台足もうまいですよね。そこでさあしゃがみ中パンチに連続破天荒さん、そこから冷静に、冷静なところから破天荒さんも素晴らしいところですね。死んでしまった。いや、天功さんのこの冷静な試合運び、非常に素晴らしい。まさに今日の竜の誕生日でふさわしい試合運びですね。さあ、3人目がハクさんのキャミーですね。おっと、ハクさんのキャミーですね。さあ、ハクさんのキャミーはさっきちょっとやったんですけど、投げてこないんですよね。あ、ちょっとね、やっぱり、ね、投げないとキャミーは非常に厳しいですね。結構反応的なものはハクさんすごいと思うんで、そこがもちろんね、やっぱ少年投げプラスも恐ろしいことになりますね。仏やってる人はやっぱなんかですね、目押しとか反応とか、その辺はすごくいいと思うので、あとは知識と、あと実はその乙女にない要素でズーズーしいっていうね、ズーズーしさ、乙女はズーズーしさの人ですからね。冷静に打ちながらガードして、冷静にめくり出しまくって、さあめくりが、あ、このめくりがうまいっすね。波動拳、波動拳、しかし今よくよくジャンプでやってましたね。ハクさんすごいっすね。よくさあ、あ、さあ立ち負けやって、ああ、もうちょっと、さあ削る圏内まで来てしまった。ああ、キャノン打ってしまった。さあ、ただ、ああ、打ってしまって、さあこれで破天荒さんが、2人抜きですね。あ、これだ。次がいきます。次が、セロさんの、竜ですね。さあ、竜 X 竜同士と竜竜同士のだけですね。さあこれは注目です。あ、お互いセロさんがバックをやってるところを見ました。破天荒さんで、あー、やっぱりこの破天荒さんのこのしゃがみ台キックですね、こう当てるところが非常にやっぱりうまいですね。このそこを中央してるところを練習で勝利点、可能権、あ、今のもう飛びの前、あー、しかし勝利ってしまった。飛びの前ずらして飛んだのは良かったんですけどね。さあ勝利やった。さあ直し、可能権、あー、そこをセロさんが、あー、欲張ってしまった。多分これはザンギー、本キャラのザンギーの部分が出てしまったんですかね。さあ、あー、しかし処理券当たってしまう。さあ処理券、さあしゃがみ中パンチ、さあしかし大昇竜、さあめくって、あー、しかしそれを高橋に冷静に投げる。さあ
アセロ流大ピンチだが、ああ焦って飛んでしまって、いや冷静な非常に破天荒さんの、はい、リュウリュウ難しいですね難しいねしかし破天荒さんが非常に冷静な試合運びでいきなり4連勝ですか、あ3連勝してますね、やばいですね、破天荒さんは龍の誕生日だから来てくれたということで、これ明らかに優勝狙ってますね、狙ってますね、今の王さんの声が素晴らしかったですね、ゴーさんもいい攻めだったんですけどね、そうですね、なんかちょっと弱かったんですけれども、うん、あ、今のラクアチーさ、チームダメって、あー、しかしラケリコさんがこの冷静に待ちるから、ここのしゃがみ台足、2連続できる、さ、しかしゴーさんも取り出せる、OK、そこから、さ、あー、今飛んでしまった、この飛ばせながらしゃがみ台足することになります、さ、トルケン、そこで、さあ、いざけに来た、さあ、こっからどうなる、あー、しかし、あー、まだ分かんない、チックが出てきた、あー、この前の取り方がうまいっすね、さあ、発展光さんが止まらないが、ここで立ちはだかるのが、アニさんの、さっき二人ともの試合やってた方が、これで破天荒さん4人抜きですね。さあ次は、山本さんのチュンリーですね。山本さん周りを煽りまくってですか頑張れコボ山本さん頑張れいやいや分かりませんよ、破天荒さんまさかの1周全員抜きが見えましたか、今日の破天荒さんすごい落ち着いた冷静な試合運びで素晴らしいですね。さあ天使翼さあここをあ
間合いをキープするところが天候さんのいいところですよね。投げる。サーブ権。ああ、やってしまった。さあ。さあ、山本さんのチュンリーが、振り抜くか、それとも、破天荒さんが、このまま、勝ち進むか。前列食らったけど、顔はニコッとしてましたよ。おお。まだ余裕が見える感じ。OK。余裕があるのか、単にチュンリーが好きなのか。おお、今、打ち切りそう。おお、そう。このしゃがみ蹴りっすね。さあ、当たってしまった。さあ、ここはゲーム。ああ、さあ、ここからチュンリーはどうする？発展台。さあ、リュウは真空が止まってる。さあ、さあ、これはいけるか。おお、いけた。素晴らしい。落ち着いている。素晴らしい、素晴らしい。さあ、3本目。はい。飛び込んで、飛び込んで2回やと。さあ、スピリングを出してるのか。半分。半分、OK。これはもうハテンコさんのハテンコさんのペースがうまく守られている。あったぞ。使っていく。二段もあったか。もう一回す。使わせて。ああ、ジュジュ使った。おお、素晴らしい。今足出さなければ当たらない場合でした。これで6人抜きですね。さあ次は、ヒカルさんのバルログですね。これは大きな、これは大きな仕事を任されたか。さあまさに龍の誕生日にふさわしい、非常に素晴らしい動きの破天荒さんのオブリエ。さあバルログ、破天荒さんに内緒ならこれできれいっす。実はみんな破天荒さんね。はい、いいですね。さあ、止まってしまった。止まったか、画面越したので、ちょっと安全。さあ、この強化。といった感じの動き。これは怖い。そう、相手をしてしまった。さあ、23秒。相手をしてしまった。さあ、ハテコさん、頑張ってほしい。しかし、ヒカルさんの存の確実な狙いで、1本取ってますね。ぐさぐさ。ああ、しかし勝利拳。さあ、ここからどうなる。さあ、おーっと、今大勝利。さあ、じゃあ寝るってできる。ああ、冷静に波動拳。手前落ちに大きい波動拳。正面投げる、受け身なし、切る、さあ中腰足、内足、投げ、おー、素早い試合展開。これで7人抜き。さあ次がうねさんのガイルですね。さあここでうねさんがガイルと注目の対決ですね。アテンコーさん、オサブラケン、リフト正確、ガードしてるのリフト。おいいですね、このウネさんもうまく。ソニック投げも入る。あ、飛んでしまう。さあ、ここから地獄が、あダブルサバ、最大もらって、あ出してしまった。どうなるか。さあ中足飛ばせる。さあソリック。さあ待ち、相打ち。さあリフトアッパー確実に当てるのはうねさんのいいところですね。さあここね、さあパンチ当てる。さあモーターキック。さあ動け、さあどうソリック。さあ今の姿勢、さあ投げる。まだ分かんない。あ、飛んでしょうか。飛んでしょうか。次は自分ですね。剣だ。
破天荒さん、まさかのまさかの1周までリーチ。ラウンド1ファイト。さあ8連勝の9人目、ラウンド1ファイト。人数少ないというのはなかなか全員勝つというのは珍しいですけどね。さあファーストヒットはパスト試験。飛んでいる昇竜拳。地獄車。上が取って、もう一回上が取って、ああ壁端きついぞ。勝利で切り返す。どう。さあカチャカチャしているが進路が溜まってないぞ。さあ今の低い昇竜拳。おお波動昇竜いい感じ。だが大昇竜カット差し返し、あれが噂のツバメ返し。大昇竜できっちり落として波動重ね、玉踏ませた、足まで持ってきた。シンク使う、たどって波動から抜けられない。さあなんと破天荒さん全員抜き、おめでとうございます。じゃあちょっと破天荒さんに休憩していただいて、もうこの決勝進出ほぼ確実ですので、これ1周目でパーフェクト勝ちって初めてじゃないですか。いや初めてではないですね。なんかね、マッツン君とかね、ゆるくんとかそういうヤバい人が達成した気がしないでもないんですけど、全勝優勝でしたっけ。確かね、全勝で1周目はちょっとなと思ったけど、まあ気を取り直してね、これもう9連勝があと2人出る心配はないので、次の2周目で破天荒さんが決勝進出は確定ですね。確定ですね。で2周目、ね、改めて、ゴーさんとアニさんですね。じゃんけんでお願いします。いやあ、天子さんの1周目は素晴らしかったですね。まさに龍の誕生日らしい。素晴らしい。これね、龍の誕生日なので、もう一人はこれ、フォークが出てくるんですかね。フォークが勝ち抜くと、決勝戦、龍フォーク。今日のフォーク使う人は誰ですかね。おっと、今ここにいる。フォークさんだけですね。20代です。20代です。さあ、試合の方始まってますね。アニさんのガイルと、ゴーさんの剣ですね。今飛び込んだところに下文字キックをガードして、遠い前をキープしている。さあ波動とソニック、さあちょっと当たるソニック。さあこうやって、さあここで、さあこういう左切り、そこからもうレッパーで削って、素晴らしい5000本取りました。さあ後ろに下がってソニックをガードして、さあ二段入ってハドハドソニック、さあこの遠い前キープ、ポンジ、さあサババジ、トバット、すごい素晴らしいですね。今のアニさんの今のこの切りがいいですね。そうこのスパッといいですね。いいですね、素晴らしい。さあ1対1、ああ今片方ですか、テリーですね。ラケン、サマーマチ、
は帰りの方さあ引っ掛けて投げて、竜巻ガードにならなかった。次ロードさんですね。ロードさん今度は S 剣ですね。さあ S 剣、 S 剣と違いですね。ちょっと裏剣出なかった。サンダーが転ばなかったラッキー。裏剣ゴブダが追いかけているのはカエルの方。アクロバット、おー素晴らしい、アニサのカエル素晴らしいですね。はい、立ち回り、サソニック出して、サソ投げる、このローさんの今投げですね。長いけど恥、そして今のハドケンよく出て出さして、シネーカンシャマそんなソニック当てるよ。ダイビングほぼゴブ、あー飛ばし、これアニさんが2人抜けですね。次はヒカルさんのオーバルログですね。置いてあった。ラウンド3、はい、爪根本様、さあ地上戦してるふりでしょうか、本気でするんでしょうか。さあさあ1、スラムコロバスにして、さあソニックコロバスやばい、さあこれさあマチ、そこでアニさんが3人抜きですね。次が、ほぼ山本さんの竜ですね。山本さんは
さあ山本さんの竜とさあ兄さんのガイドですね。さあこあなんともほぼ山本さんは S 竜ですね。さあ S 竜に急に S 竜にシフトチェンジしたのか山本さん、さっきの試合でも S 竜使われてましたね。そうそうですね、さっき竜でエントリーしてませんでした。ちっちゃく S って書いてありました。はい、うん、大丈夫です。その回あってかいい感じではなかった。失礼しました。ちょっと今左右入れ替わってて体力ゲージを逆に見てました。さあ山本さんの S 流、まあ S 流もさあガードできてびっくりしている山本さん。兄さんのガイドがいい展開ですね。おしゃがみ中キック走りますね。さあ飛んでさあ勝負出させる。あ投げる、いい方に投げたぞ。ちょっと当てるよ。この飛ばしはいい。さあまだ勝負は分からない。今バックしてしまった。これでは時間切れ。分かりますね。さあ兄さんの。さあここで1周目パーフェクト勝ちの。さあ1周目チャンプの破天荒龍が。さあ破天荒さん相当気合入ってますね。さあ。優勝するためには結局決勝戦でこれに勝たなきゃいけないので、ここできっちり勝っておきたい。さあ勝利使って リフト木村拳さあ打たせて投げる。兄さんのガイドは明らかに勝利を誘う動きっていうか、はい、ねえ、素晴らしいですね。これ大事ですね。ちょっと投げっぽい動きをしておいて、ピッチャーで何もしない、技も勝ったりない、投げもいかない。だから殴りに行ったら、さすがに触ってしまう。ダイヤスタイク？ああ、今、さ、この今のダイヤスタイク、この辺の破天荒さんのいいところですよね。ね。チップ勝てる。あー裏剣当たる。さあおっと打撃をさあ止まってる。さあどうなる。ちょっと暴発が多いような気がしますね。あー素晴らしい。さあ1対1。さあ非常に手に汗で握る展開。先当たって、ね、投げる。強気のサバー。さあ進行が止まってる。足の打ち合いから仕掛けるのはどちらか。勝っているのは龍なので、龍は無理に仕掛けなくても。さあ対空波動を重ねて残り3ポイントか。仕掛け届かない。30秒。ああ素晴らしい。さあ止めたのは破天荒龍。次はセロさんの俺、はい、セロさんの S ホークですね。さあ今日キャラクター誕生日同じ日の龍とホークの戦いとなります。今日はなんとセロさんは S ホークですね。2周目あー S ホーク、セロさんの S ホークは久々に見るような形ですが、さあどういう展開か。あー今直いいですね。確かにそこ破天荒さん冷静に待って勝負って。さあ三段入った。さあ素晴らしい。さあおっとアルケン、さあまだ分かんないぞ。さあセロさん頑張れ。あーしかし上り後ろ蹴りで破天荒さん1本取りました。
2年目さあ開幕ファイヤーさあこれ、ね、初めてやって中コース、昇竜拳、波動拳、シャドウダイ、さあ、しかし冷静に転ばす、さあ、転ばす、この転ばし、そう、この連続の転ばしをやって、中ボス、さあ、やばいやばい、トマホーが全部出なかったんだけど、あ生ダイヤし3回くらいとかになった、しかも最後、鎖骨立ちくらいだからね。さあ次はハクさんのガイルですね。ワンワン、ラウンド1ファイト。さあ天功さんが1周目についてこのまま勝ち進むのか、さあそれともハクさんで止めるのか。現在ハッチュキック、この件この件冷静に当てる、最初に転がす、あーしかし真空素晴らしい。さあ2本目勝ち負けはどこをサマーでやって3連切って、投げるあーさあこれで破天荒さんが3人抜きで、次がうねさんのガイルですね。さあ今日はうねガイルと、さあ襲名快進撃の破天荒さんがそのまま、まあ、3連勝中です。龍の誕生日にふさわしい戦いとなっております。フォークも誕生日ですけど ね, 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 ねかわいそうになってね、まあ、かしゃがみ大足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 ですからねちょっと今近いから危なかったんですけどね、あれ。しかし破天荒さんのこの戦いは本当に竜の基本が本当に非常に見えられる素晴らしい冷静な運びと、やっぱりしゃがみ台足当てるのがうまいですね。素晴らしいというか台さあ、あ、気をつけない、運がいい。さあ投げる、あの受けてさあシンク、さあこれ4連勝、あ次俺ですね、結構頑張ってます。4連勝で達俊さんですね。少し竜金本勝利鎖骨、緑の竜が勝つ年竜、グレーの竜が破天荒竜ですね。ああ真空使ってまだリードしているのが寿司竜、竜巻当ててさあ走り込んでいる、あと出ない、得意の中パンタイク、昇竜出なくても中パンタイクがあるよと、台形タイク昇竜も出るよ、正面アンテムから足まで持っていって鎖骨は当たらない、さあ大
ライブ取り返したぞ。昇竜拳鎖骨当たらない。マウチ真空ガード、ガードして真空ヒット止めたのは辰俊優。ゴーさん、タツトシさん2周目の最後のプレイヤーなんですが、タツトシさんの連勝が止まるまで乱入が続きます。さあまずはゴーさんの剣。さあタツトシ、ここから何人抜けるのか。5勝まで行くと決勝進出なので、ダメージから半分ヒット、相打ち、シポンチ正面から昇竜拳で、さあ根元、さあ割と正確に2人とも仕掛けたいタイプなので、飛んだところに、さあ2人とも仕掛けたい。さあ両方飛んでいる、互い仕掛けたいんですね。飛んでいる、さあ飛んだ方が強いのか飛ばない方が強いのか。さあ飛ばない方が強かった、辰俊龍2人抜き。さあさあこれアニさんのガイル止めた瞬間に決勝、アニさんの決勝進出が決まる。止まらなければまだ達成さに可能性がある。裏からリフト、さあ弾踏んで、竜巻をサマーで切って、打ち合い、サーブさせているのはガイルの方。さあリフト、クルージングモード、残り30秒守りきれるか。さあ弾を消す、弾をよける、たまに裏剣ソニック踏ませて、残り9秒でまずは1ラウンド。裏剣、裏剣飛んでみたが昇竜拳、鎖骨は立ちくらい、おっと竜巻当たって、さあ端々のたまる打ち合いから昇竜空振り、弾よけ、ガイルややリード、裏剣、さあこれでタツトシさん2連勝で止まってしまったので、なんとすごいですね、今日勝った人が3人しかいない。破天荒さんの9連勝と破天荒さんの4連勝で、アニさんが4連勝で、タツトさんが2連勝、他全員負けてますね、すごい日なんです。さあというわけで決勝戦は破天荒さんとアニさんですね。いや2人ともライフ3です、もう仕切り直して 3先です。これ1位抜け2位抜け条件違うのは、1位抜けが 1B2B 選べるだけで、さあ注目が、すごいですね、なんと、
こんだけ試合やって勝った人間も3人しかいないから連勝マークついてる人間が3人しかいない。天皇さん、アニスさん、勝利さん以外は勝ったことがな ないなかなかやばいですね。なかなかこの四季の細道が、はい、ね、一つのね、一本の道にほぼ一本の道になっているというか、ね、全ての道はなんとかなんとかですね。しかしこれは注目の対決さ、破天荒さんとアニさん、これは今日の大会で非常に注目の話題になりましたね。耐久リフト耐久、さあアニさんの耐久が冴えている。さあ本当にいいですね。生踏んだ、うん、さあ真空素晴らしいですね。さあ1手が通って足に持っていかれる。相打ち相打ち、さつまきの裏からリフト、左右入れ替わって、天空さんの体力はゼロゲージ、さあ真空が溜まってる。ああ今ダイボス真空のやつのかな。さあ3本目、さあ冷静に頑張る。勝利出されて、さあアニさんが、1試合目取りました。さあ2試合目、さあ先に星を挙げたのはアニさんのガイルですね。さあ波動拳さあリフト、この飛ばせんうまいっすね。いらないリフト、おーしかし、シさあいいぞ、そこへそこ投げる、すかされてますが、まだ勝負に出してきた。さあ、打ち、おっと、あーちぃ裏切らせたんですが、ガードすると見て鎖骨を出したが、ガイルが暴れていた。勝利拳怪しい、いい線、いい線、あ、1、素晴らしい、あ、1対1、いや、そうですね、もう竜は人気ないとこういう、残業あんなに集まったのに竜は人気ない。やっぱりもう主人公はね、このガイルが画面端なのにこうやって誘ってリフトアッパー裏剣で逆転できるとかした。あー、しかし今の素晴らしい今の進行技を取り返す。あー、1対1、これはいい勝負ですね。これ最後までわからないですね。1ですね。これはどっちが優勝になるか読めないですね。だが連戦していればだんだん戦いの気持ちが分かりますよね。お二人とも非常にその冷静な試合運びで今日連勝を重ねてるんで、そこをどっちがうまく崩すかですね。ああ、いいですね今の。さあ
間に合った高橋勝利家、素晴らしい。そうですね、そうですね、リフトップ根元は打ち OK ね。そして振る舞い打ち OK。 さあ1対1、リフトップ進行となってる。ここからが両者の出どころ。これはさ、アテンコさんが心理的なリーチだね。さあ、違う違う、素晴らしい。さあ、アテンコさんがリーチ。さあ、第4試合目。どっちが勝っても初優勝。アテンコさん、優勝にリーチ。さあリフトッパー、ああ今リースさあ裏切らせて、はい、1そう、ああ今は早速上手いっすね。2人目、あリフトアッパー、リフトアッパーうまいっすね。打ってる裏剣、さあ逆転、あテンコさん頑張ってほしい。さあーさあさあ、なんという硬い動き。さあ2、さあ接戦、これで2対2。さあ次で、これで次で最後、はい、お互い2-2なので、はい、じゃあ最後の50円を入れに行きます。さあ第38回四季のおつみち、ホープと龍のお誕生日大会、さあ決勝のファイナルマッチですね。さあどちらの気持ちが強いのか、龍の誕生日、天皇さんはおそらくどうしてもしたいでしょう。思い出さんさ、ツイッターで見てたらば、まあ、天皇さんが龍の誕生日だから今日は四季に行くぞって言ったらば、まあアニさんが、あ、じゃあ一緒に行きましょうって言ってた気がする。ああ、じゃあ今日はその二人がなんか自分のある決勝戦で、ね、なっていうか運命的に面白いですね。さあ今の投げ、さあ魂しかし進行で溜めてる。さあ、あの手綱は真空だったが、ちょっと暴発気味のジャンプで、さあアニさんがリーチ、あしかし勝利拳、さあどうなる、さあ声援投げる、声援投げる、さあ燃えてきサミット、さあここでビッグカップは中、あしかし勝利、さあここまだ分かんないぞ、さあこれ投げる、あしかし勝利、ない宇田健、見事、おめでとうございます。いや素晴らしい、いやいい試合でしたね。いやちょっと優勝した兄さんにお話を、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はじめまして、兄さんです。兄さんは普段こちらで立川でやってます。そうですね、はい、確か立川は7月29日に、ね、土曜日に対戦会がありますよね、はい、で確か X3 台とハイパー3台 で、ね、確か44です、44です、44で確か、はい、合計8セットなんで、お昼間昼も実は稼働してて、稼働してて15時から開始ってなってるんですけど、で50円50円2クレです、2クレですよね、はい、2クレなので、はい、
ですので7月来週ですね、来週の、はい、来週の土曜日です ね、 ですね、はい、来週金曜日また式でね来ていただいて、ね、その次の日の土曜日ですね来れば流れ で、 流れでね、はい、ぜひね、はいはい、川村さんとかはたまに好きで来ていただいてね、そうですよね、しかし兄さんのこのガイルは非常にその相手の勝利を誘う動きが素晴らしいなってね、確実に、はい、そうですね、固いガイル、今日素晴らしい動きですね、今日はおめでとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。じゃあ、式のデートな式金曜日、スパツ焼賛成会このようにやっております。今週というか、次は日曜日に確か大会があるんですよね、確かそうですよね、で日曜日ね、来週は、日曜大会が確か式であるし、うん、そうですよね、でまた、こちらの方来週は、あと1週間くらいで、XS との出演エントリーが終わってしまうので、あ、そうですね、ちょうど金曜日ですよね、 XS とエントリー、ね、あのいろんなプレイヤーの方がいるんですね、プレイヤーが運営に協力しないといけないと思うので、ぜひ、早く皆さんエントリーして、あ、戦でもね、そうですね、戦闘でもやっぱり早めにやりました、ね、いいですよね、ぜひ、エクスパーさんが一人で斡旋しているので、ね、エクスパーさんの、まあ、またラウンドショーが、ね、大会が8月の12日ですよね、秋葉原イースボールあの、あのお酒を飲んで対戦を何をやってるのか覚えていない可能性が大会の売り上げにも協力しないといけないしね、本番試合前にみんな出来上がってる状態で対戦するという ね、おごられくんが確かあるんで、あると思いますね、もしあるからみんな皆さんぜひ、スロー様でいらして使えればと、いただいたものはちゃんと全部できますね、ぜひこちら、ね、8月まで X が盛り上がりますのでよろしくお願いいたします。こんな感じで時間ぐらいですね、そうですね、ラジオの方ご覧してください。今日はありがとうございました。Cyclone! Cyclone!
Psycho!
Fight!
Sonic Boom!
Cyclone! 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 Cyclone!
Yeah!
Japan. Round one, fight! Thank you.
Tiger, uppercut! Tiger, 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 uppercut!
ああ、そうしましたら閉店の時間なので放送の方はここで終了にしたいと思います。また来週よろしくお願いします。お疲れ様でした。